はい、じゃあやっていきましょう。で、前回は5の4まで頑張っていったんだけど、ね、勢い良すぎてクッパに食われたよね。まあなんでちょっとそこまでね、駆け足いきたいんだけど、道中がねむずいよね。なかなかやっぱりもうここら辺からむずくなってるよね。あ、ちょっと待って、よくないな。あー、ちょっと待って一日置くともう忘れてるよね。これがだからな、こういうのはね、何時間もやった方がいいんだろうけど、ここで一旦止まる。危ない。で、ジャンプしなければ当たらないんだよということで、あとはクッパのところと、なんだろう、クッパじゃないわ、あのハンマーのやつ、ハンマーをなんとか軽くね、いなしていきたい。ポン。あぶね、こっちに合わせてくるんだよな。おう、ピョーンって飛んでから、おっしゃ、うまいこと言った。で、ここは、水の中なんで危ないんでスルーして、あ、お前そうか、あそこにハンマーいるんだね、忘れてたわ俺。そういうことね。タイミングがむずい。おっしゃおっしゃ、うまいこと言ってる。これだからこっち行った方がいいのかな。これを慣れてみる。これを慣れていった方が、ハンマーに出くわさないんで楽なんじゃねえかなっていう思いがある。ああるん、おお、いいね、これなかなかいい流れ。あの金魚みたいなのが、ちょっと待って、これどうなってんだ。あー、ここ赤い画面ね、思い出した。これ始める前に一回やってもいいよなマジで。ちょっとちょっとちょっと、ジャンプした方がいいのかな。ポン。あ、そうだ、これすぐ抜けないとダメなんだ。 OK。 よしよし、ここら辺は分かったね。で、こうい、ここをどうなってんだ。あー、これか、これで終わりなんだ。もうちょっとだったんだね。オッケー。で、2だから3はなんだっけ、覚えてないな。あー、これ飛んでいくやつね。はいはいはい、あの床が動くんだ。うどー、はいはい、じゃねえよっていうねはい、頑張りましょう。ポン。で、ね、まずね、一回やりながら、一回やってから始めた方がいいかな。いや、でもこのままでいいか女ね、おっしゃ。で、これで早く行こうとしたら死んでしまうんで、無理は禁物と。おっしゃ。で、様子見てからジャンプ。いいね。まあ、思い出したらやれるよね。最初全く覚えてないからな。寝たらもう忘れてるってやばいよね。で、ここはハンマーがいるんだよね。無理しない。
おしゃ。うまい。うまいね。で、これ中入った方がいいかな。さっきの感じだと、中に入った方がいい。スピード速くなってるよね。絶対。おお、いいよ。魚の、この先なんだっけ覚えてる。あー、これか。あ、ヘルメットね。で、これで、おっしゃ、いいよ。来てる来てる。いいおー、そんなんなるんだ。うまいこと言った。で、さっきのところを、ミサイルが飛んできてからジャンプした方がいいと。これはね、無理しない方がいい。焦んない方がいい。ね、無理しない。半分ね。今、調子乗ったわ。で、ここ一回ね、やられたんで、死んだんでね、ちゃんと上に登ってから、降りた方が安全だよっていうね。おっしゃ。うまいよ。焦んな。ゆっくり行く。俺はゆっくり行く。なんでやねん。まあ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 、いいでしょう。とりあえず、4まで行きたい。チャレ、おーしおしおし。これで、5の4をチャレンジできる回数が増えたんで、これはやれるんじゃないか。でね、最後のところが、調子に乗っていっちゃったんだけど、いいそっち見じゃなかった、俺。クッパね。そうか、そういうことか。あれ!タイミングが合ってない。タイミングが合ってない。どういうことだ?どこのタイミングで行けばいいんだ、これ。ここでいいんだよね。おっしゃ。おーしおし。いいよいいよ。危ない。危ない。危なくないか、これ。大丈夫か?で、登ってー、うまいこと言った。おっしゃ。あーっと、危ない。無理はしたらダメ。打ってきすぎよ、お前。おっしゃし、ここまで来た。ここまで来て、でね。突っ込んでいっちゃったのが良くないんで、一旦登ってで降りるっていう、どういう手法で行こうかなと思ってんだよね。あの上に、焦ったらダメ。焦ったらやられる。あの台の上に乗って、で、あの、どうしようかな。違うね。あ、そうか。ジャンプするからその下くぐればいいんだ。そういうことか。やるね、クッパ。わかったわかった。大体わかった。俺ぐらいになると大体もうわかるんで。よしよし。ちょ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 、危ない危ない。あれ、最後のとこ手前のさ、火の棒手前じゃなかったっけ。ちょっと待って、ダメだダメだ、もう一回もう一回。これでは終われない。速攻行くよ、速攻行く。なんかでもマリオ、
ここまでやってきて思ったのは、慎重すぎるとあんまり良くない場面があるっていうね。あるよね。スーッと行っちゃった方が、何事もなく行けるみたいな。こういうのあるよね。ポーン。いやー、さすがにな、クリアしたいんだよな。ちょっと時間を延長して頑張るか。まあ、マリオを10分で終わらせようっていうのが。まあ、土台無理な話なんだよな。調子乗んなよっていうね。で、ここは、うん、結構安定してきたんで。で、これ、あっ、嘘でした。赤いのがさ、うん、赤いのの出る場面が、なんかちょっとランダムだよね、あれ。それがな、うまいこといかないな、なんだろう。これ一回ちょっと試したいことがある。あれってギリギリに飛んだら、できなかった。しまった、やらかした。まあいいか。お、こんなんあるんだ。あるんだ。あ、これでかいな。結局意味ねえじゃん。意味ねえじゃん。どういうこと、どういうことそれ。やばい、この面むずいわ。なんか分かった気でいたんだけど、むずいな。これで、あ、これちょうどダウンできない。これあれでいいんじゃないの、どうなの。まあでもタイミングが、お前がいるの焦った。そうなんだよ、あいつがいるんだよな。もう一回やってみよう。もう一回やってみるね。あ、ほらほら、ぴったりだ。ぴったりポンだ。こういうことだ。もうこのまま行っちゃおう。怖い、怖いよ。どうなってんの。あ、お前がいるんだ。そうだ、忘れた。おお、今のか、神ってんじゃないの。危ない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 危ねえ。今のは神がかってたいや、だから、予定を変更してお送りしておりますが、これ間カットしよう。もうちょっと待って、腹立ってきた。ごめんが腹立ってきた。ごめんができない自分に腹が立ってきた。なんでやねん。お塩を取りなさいよ。これはでもなんか良くない流れになってるよね。向きになってやって、同じところでタイミングを間違えてやられてっていうのを繰り返してるよね。最後のところの練習をしたいんだよな、俺はな。なんかタイミングは多分あると思うんだよね、あのコッパーのところ。いい感じのさ、あると思うんだよね。あ、そうか。あの大砲って1個しか出ないんだ。だから発射してから追いかけるっていうのもいいんだね。どういうことか。同じ大砲からは多分1本しか出ないよね。なるほどな。あぶね。で、これを上からピューといけば、うまいこといかなかった今。なんで。
からジャンプするタイミングも違うんだな。あれない？あ、ないか。ここら辺にありそうだけどないのかな。バカ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 、お前ほんとバカ。上に乗っとけよ。今の話違うよね。え、2回撃つんだ大砲って。新情報がすごいんだけど。ちょ危ない危ない。これは様子を見た方がいい。調子に乗らないね。今がチャンス。チャンスじゃなかった、チャンスじゃなかった。これダメだ。ポン。はい、というわけでちょっとね、これはね、一旦時間を置いてリベンジしましょう。これこのままやっても多分できないまんまなんで。というわけで今回はこの辺で終了で、次回こそ5面をクリアしたいと思います。お疲れ様でした。おかしいな。